ワン、ウェルカムトゥハルデンチャー。私は今フロリダのタンパにある水族館に来ています。今日は皆さんにアメリカと日本の水族館の違いについて説明しますよ。それではレッツゲットスタート。セキュリティチェックがある。 What?水族館に入るときになぜセキュリティチェックが必要なの？日本ではめったにセキュリティチェックを受けません。日本は安全大国だからかな。セキュリティチェックが多いアメリカ、これは一つのカルチャーショックでした。学習体験スポットが多い。日本に比べてアメリカは実際に見て触れて体験しながら学べるスポットが多いと感じました。もちろん日本の水族館にも体験スポットがあるのですが、アメリカほど多くはない気がします。また各スポットにスタッフの方がいて、質問したらすぐに答えてくれる環境が整っているのもすごくいいなと感じました。魚類に加え様々な動物たちがいる。日本の水族館といえば魚類、イルカ、ペンギンの組み合わせがほとんどです。最近少しずつアメリカのようなスタイルの水族館も増えてきたかな。でもアメリカの水族館は思ったよりもたくさんの動物がいて本当にびっくりしました。え、ここは動物園？水族館？私はどこに来てるの？ってなりました。紹介場の近くにお菓子が売っている。水族館の紹介場の近くで売店を発見。日本の水族館で焼酎にスナックを食べる人はほとんどいないかな。これはアメリカ人のスナック文化ですかね。水槽のガラスが汚い。日本の水族館に来たらびっくりすると思う。とにかく水槽が綺麗で魚たちが鮮明に見える。アメリカの水族館に来た時に、ガラスちゃんと掃除してるって思っちゃった。水族館のスタッフさん、不快な思いをしたらごめんなさい。動物病院がある。日本の水族館にも獣医はいるのですが、動物が傷ついているところを日本は見せたくないんだと思います。それに対してアメリカはどのように治療を行っているのかをオンステージで見せるところが素晴らしいなと感じました。ニックネームをつけない。なんでだろうね。日本は動物たちにニックネームをつけたがるの。例えばペンギンの赤ちゃんが生まれたら名前を募集したりする。日本は動物たちと親近感を持たせようとする思考が強いのかなと思いました。とにかく反応がいい。私がアメリカ人を大好きな理由の一つ、もうとにかく反応がいいの。飼育員さんがどこから来たの？と聞くと、みんなが全力で反応する。日本だったら、数名が反応するか、もしくは子供たちだけかな。ボランティアを募集したらすぐに手が上がるし、質問に対してすぐに反応する。リアクションが大きくて最高！はい、日本とアメリカの水族館の違いいかがでしたか？同じ水族館なのに国が違うと展示の仕方がこんなに変わると思いませんでした。それぞれの国の違いを感じることができてとても楽しかったです。最後まで見ていただきありがとうございました。 X インスタグラムフォローお願いします。サブスクライブいいねお願いします。それでは